駿河司商用は、静岡県袋井市出身で入間川部屋所属の元、大相撲力士。本名は、名倉明弘身長183センチメートル、体重149キログラム。最高位は、西幕下筆頭。2009年5月場所は、東幕下23枚目で6勝1敗の、好成績を残した。7月場所は、 東幕下8枚目で先週楽に勝ち越しを決めた。重量の位置も見え始めた9月場所では、東幕下4枚目で5勝2敗の成績を収めたが重量からの、陥落者が2人だけと少なく、さらに重量界から幕下上位間で勝ち越している力士が多く、東幕下2枚目に番付を上げるにとどまった。11月場所は、序盤に2連敗を喫したが後に持ち直し4勝3敗で、 場所を得た。しかし、この場所も重量からの観落者が二人だけであり、また重量には、そうこく国来、妙義流が昇進し、またしても重量に昇進することはできなかった。2010年1月場所は、自己最高位の西種下した筆頭で迎えた。序盤で2連勝と出だしの良いスタートを切るも、途中から思うような相撲が取れなくなり4連敗を、喫し、負け越してしまった。 2010年9月場所後に現役を引退した。ありがとうございます。